サーバーサイドの中のアプリケーションに関するトラックで1億人以上と B2B プロダクトをデータでつなぐ LINEDMP というタイトルで発表させていただきます加賀谷と申します今は B2B プラットフォーム開発室というところで先ほどのタイトルの中にあった LINEDMP というプロダクトを主に開発していますこれはいろんな B2B プロダクトの後ろ側にあってそれらをデータで支えるつなぐ ためのプロダクトになるんですけどその LINEDMP がどういうデータを集めてどういうふうに加工してどのような形でその B2B プロダクトの方にお返しするのかっていうところの技術的な課題であったり挑戦であったりっていうところをメインに話していきたいなと思ってます。でこのセッションなんですけどまあ自分自身は今 B2B プロダクトのチームなんですけどもともとゲームプラットフォームっていうちょっと全然違う部署に。 いて映ってきたんですけど、まあ、それも含めて全然あの B2B プロダクトじゃなくても、まあ規模規模の大きいあのアプリケーションであるとか、サーバーサイドのソフトウェアであるとかを開発している皆さんにはぜひき聞きに来ていただきたいかなというふうに思います。個人的にはもうすごく一番大きいのが一つあって、やっぱあのいろんなレイヤーの話が聞けるっていうことだと思って。 i t エンジニアの方だったら分かると思うんですけど自分のやってる分野から一歩外に出るとほんと全然違うことやってたりとかするんですけど、まあ、そういう一歩外に出たところの話もいろいろ話聞けるっていうのが、まあ、LINE のデベロッパーでの魅力かなというふうに思います。